大正期の佐藤春夫、田園の憂鬱は佐藤春夫の小説、やめる、バラの別タイトルを持つ。1919年定本観光。都会を逃れた田園生活での自らの憂鬱で病的な心情や心象風景が描かれている。当初はやめる、バラの題名で雑誌、黒潮に掲載された。1916年5月のことである。 伝園の憂鬱の約4分の1に相当する部分まで書き進め、続やめるバラとして原稿用紙50枚を書き上げたが、編集者から拒否されたため、自ら遺棄するその後、1918年2月に伝園の憂鬱として全編を書き上げ、同年9月に雑誌、中外に掲載された。しかし、佐藤自身が作品に不満を持っていたため遂行を重ね、 1919年3月に抵抗とする。内容は、自らの田園生活の中で、佐藤自身の心境が重ねられ赤裸々に吐露されており、憂鬱と倦体に象徴されるような病的な当時の心境が描かれている。文体は、写実的で、自身が持っている深い感情に裏打ちされ、同時に就職され、叙情的文体に消化されている。 この著情的情景には、日本人が共通して持っている、古き良き時代へのノスタルジアや感情をも秘めているため、多くの共感を得ることができると指摘するものもある。当時佐藤は、神経衰弱を患っており、都会から離れいなか暮らしを行うことで都会で受けた、神経の摩耗を取り戻そうとしたが、この作品を描くことで、さらに自己蘇生を期待していたともとれる。 神奈川県鈴木郡中里村鉄は、現在の横浜市青葉区黒金町にあたり、武蔵国と相模国の国境に近い丘陵地で、武蔵野大地の南端にあり、鶴見川が流れている。気候は温暖で、緩やかな丘陵が続き、ブナカの小奈良が多く、武蔵野らしい雰囲気をよく残している。地下水にも恵まれ小川や、湧水池もあった。 また水田や炭焼きも行われており、素朴な田園地帯でもあった。1916年、佐藤は内縁の妻と2匹の犬や1匹の猫と共にこの地へ移住し、1920年までを過ごした。現在、付近に文学費、田園の憂鬱ゆえんの地が混流されている。ありがとうございます。